おはようございます。今日は、5月の6日？ 5 月6日水曜日の、まだ午前中ですね。なんかだいぶ選挙の疲れも抜けたなという、疲れというか何でしょうね。今になって、やっと最近になって、ああ、やっぱり選挙くたびれたんだなと思ってきました。なんかこう、テンションが上がってるから、なんていうんですか、テンションが上がってるからっていうか、気が張り詰めてたから、あんまり、なんかね、わかんなかったんでしょうね。昨日、今日、一昨日ぐらいになんか、ぐったり、なんかね、したなというか。なんかやっとそういう感じが抜けてきたなという感じがしてます。なんか、本当に選挙のことしか考えてませんでしたね。なんだか、選挙のことしか考えてないっていうのは、つまり、票を集めることしか考えてないってことですね。まあ、本当そうだったなと思います。我ながら。いいことだとは思わないですけどね、それが。だから、なんだろうね。まあもちろんその票を取るために、いい街にするにはどうすればいいかとかっていうのを考えてはいるけれども、でもやっぱりね、あの1週間っていうか、その4月の1ヶ月間ぐらい、少なくともその4月の1ヶ月間くらいは、やっぱり、これ僕だけじゃないと思いますけど、選挙に出てる人は、いかに票を取るかっていうことしか考えないと思います。正直それで精一杯になっちゃいますね。なかなか余裕がなくなっちゃうっていうか。まあだから、あの期間っていうのはやっぱ特別な期間ですよね。なんかもう本当にこう、街のこととかっていうよりはやっぱり、もちろんそれ考えてるけれども、なんかやっぱりみんな票だと思う、とにかく。と思いました。で、やっぱそれ以外の時間が大事なんですよね。だからね。それ以外の時間、本当ね、もうその選挙の1ヶ月なんて票のことしか考えられませんから、まあ僕はそういう余裕がないってだけかもしれないけど、やっぱそれ以外の3年と11ヶ月間ぐらいが大事なんじゃないでしょうかね、と思っています。なんで、まあこれからですよね。これから、まあ5月入って、連休も終わって、今日が最後ですね。まあ頑張りますね。あとは今週末からちょっと展示がありまして、なんか作品を出すんですけど、これ深谷の国際寺っていうお寺さんでやるんですけど、すごいいいお寺なんですよ、こちらは。で、そう、作品もね、ちょっとね、なんか、作品がね、ちょっと怒られ、見る人によっては怒られそうな作品ですけども、出そうと思ってるのが。まあでもやっぱり、なんか、基本的にその今の、今現在自分たちが暮らしてる社会とかに対して疑問を持っていないとダメだと思うんですね。なんかこう、このままでいいのか、今の暮らしでいいのかっていう疑問と批評性ですかね。なんか、本当にこれでいいのかっていうところを、やっぱり思いながらいなきゃいけないなと思ってて、そういうことを考えてると、どうも、まあ、こう、あれ一部の人から怒られそうな作品とか作らざるを得ないと思うんですね。どうしてもそうなるっていうか、まあ、全ての人に褒められるものなんていうのは無理なと思うんですね。それはまあどんなものでもそうだと思うんですけど、どんな物事においても。だから、まあしょうがないですね。一部の人からはすごいこう、怒られそうなことを自分がやることは仕方ないことだし、まあもちろんそれ、その時その時、ね、注意してくれる人とかね、怒ってくれる人とかっていうのは、そういう意見があるってことですから、少なくともコミュニケーションしてくれる
気がある人なわけですから、それはね、ちゃんとそこで話をしたいな。まあ話するの好きですから、いくらでもご意見がある方は、言っていただければいいかな。なんかそれがそもそもしたくて主義になったっていうの大きいですからね。話がしたらいいんですよ。とにかくいろんな人とこう話をしたいなと思ってますので、どんな意見でも、批判でも批評でも、もちろん賛成でも、新しいアイデアの提案でも、どんな意見でも構わない。とにかくいろんな人と話をしたいなと思ってます。はい。というわけで、よろしくお願いします。